行きます。うん、先に先着、先着、先着、顔面で埋もれてる人がいた、うん、すげえ大量に入ってるよ、マスク。お手紙いっぱい入ってる、おかしい、やばいね。あ、死にびちゃう、これこんなにいっぱい、何かあったわ、すごい。これあのラスクのやつだよ。嘘、どうする、うん、プレミアムってよ、うん、ラスク、ラスク、どうする。あ、シュガーバターまた来た、感じまって、なんだ、シーチキンの大きさじゃない、ツナ缶にゃんこ、なんかあれだね、もうここがオシャンティ、うん、もったいないね、そうめんチャンプルーには、ね、そうめんチャンプルーには使いたくない、使えない大量だ、耳が優しそう。これで1ヶ月は余裕で持つね、うん、2ヶ月ぐらい余裕じゃない、これで94枚、お母さんからももらう100枚以上だ、3ヶ月4ヶ月。じゃあこれは明日ありがたくいただいて、今日はこれ食べます。何これ、ヘルシーそうじゃない、おばあちゃん家にあるさ、沖縄だけか分かんない、瓦せんべいを、あ、分かる分かる、あれなんですね、頑張ってほしいとお友達が福岡からお菓子を送ってくれました。やばいね、これちょっとお楽しみにする。話が違うけど、セブンのこの濃厚チョコタルトは沖縄に行ってない、残念ながら売っていないそうです。来るのを願う、うん、来るのを待ち望む、うん、こちらヘーゼルショコラサンド、これはさ、ヘーゼルとアーモンド、香ばしいナッティーワンダーランド、ナッティーって何、ナッティーワンダーランド、冬春限定ってよ、皮付きのままローストした芳醇な香りのヘーゼルナッツペースト、隠し味のアーモンドペーストと練り合わせ、軽やかに焼き上げたココア香る生地で挟みましたって。続きましてこちらショコラがけサンド、炭火ショコラ、これもシュガーバターの木から、これは濃く深くカカオに浸るプレミアムランク、プレミアムっていう、丸ごと一つミルククリームサンドを炭火ショコラで包み込む、地域限定の横綱さんはさ、先ほどご紹介にもありましたが、冬春限定かつ半球限定、ミルクの旨味が満ちる、伸びる、とろける三拍子、チョコレート、糖射比 1.8 倍と、クリームがいっぱい入ってる。北海道ミルクで仕立てたホワイトショコラにきめ細やかな泡を流し込んで、クリーミーに伸びてふわりとろける初めての食感を作り上げました。美味しさも量感もたっぷり、横綱の名にふさわしいショコラサンドです。やばいね、やっぱこれはシュガーバターの木シリーズで一番最後に。横綱だった。うん、こちらはガトーラスクグーテデロワホワイトチョコレート、ガトーラスクとホワイトチョコレートの微妙なる旋律で、これがガトーラスクグーテデロワプレミアム、ガトーラスクとミルクチョコレートのなんとかの共演、なんとかなる共演、なんかもう高そうだね、うん、うんうん、紹介文が高そうに感じるって思う、すごい。どれから食べる、こんな感じ、この周りの感じはシュガーバター、この生地はさ、全粒粉、ライ麦、小麦、うん、穀物の上にそのままに焼き上げたクッキーでもパイでもない、うん、独自のシリアル生地で仕立てています。なんかいいね、超いい匂いで、よだれがやばいって、いただきます、よだれやばいって、うん、うん、うまい、シャクシャク感はなんかもっと軽くない、いつものより、うん、贅沢だね、全国シュガーバターの木巡りするかもしれない、大人の甘さかもしれない、シュガーバターの木のためにさ、神棚作る、おさ、おさめる、おさ、おさめる、お供える、おそ、備える、線香も立てる、パッと見よ、うん、沖縄のレモンケーキシーミーね、うん、パッと見だよ、うん、分からんと分からんと思うけどほら、分かる、分かった、
色がね沖縄の人しかわからない、うん、一瞬パッと見てレモンケーキって思ったけどさ、はあ、パパそうだね。これはなんかお土産でよくもらったりする気がする。これなんでフランス国旗みたいな。フランスっぽい。いただきます。いただきます。うんうん、結構クリームなってるね。すごくね、分厚いよ。これがさ、5ミリぐらいだとしたらさ、2ミリぐらいクリームあるよね。贅沢。うん、うん、なんかバターのすね。うん、さっきより甘く感じるのは気のせい。あ、これ甘く感じる、うん、クリームの違いだね。うん、うまい。目が覚めたって美味しすぎて。ほら、フランスパンの特性上、やっぱフランスの国旗かもしれない。うん、なんかバターの味が。じゃあありがとう。ありがとうございます。しっかり太りたいと思います。これで乗り切れる、うん、ねえ、なんか意外なのが来た。なんで骨？骨じゃないか。さすがに骨じゃない。何見せてる？カバン、カバン、リュック、リュック、リュック買ってもらったって見せたい。ニュン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 。ちょっとかな。初めて見た。うん、猫見える？猿に見える。ホワイトチョコかな。うん、すごいね、こんなんどこに売ってるのかな。カルディの袋じゃなかった？あ、カルディ。これは簡単に食べれるかもしれない、うん、あれよりは、うん、冬だけの味わい、ショコラがけサンド、もっと深くチョコレートに浸る。うん、浸りたいって。炭火ショコラ、加工豆を炭火焙煎するつや贅沢、うん、銀のブドウに受け継がれる独自のクーベルチュール。よだれ食べたすぎて。パイなんか果物っぽい味がする気がする。入ってないよね。うん、カカオ、うん、うん、うん、かいと思うって。うん、口開けて近づけたのによだれが出てくるね。食べて、ちゃんと食べてる前に。ほら、こんなさ、立っただけでさ、こっちからじわーってくるって、ね。完全に体が銀のぶどうのシリーズを求めてる。うまい。これ結構ビターだね。うん、これはこれで味だね。甘いあのシリーズ、うん、違う。あ、チョコレートに浸るっていうのが分かる気がするね。うん、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 材みたいのが入ってる。金粉付きプレミアム味が、うん、金箔、ビタミン C 米、ニラと思って自分で切った。おかしいってよ。うん、何をどう、しかも押したでしょ、食って。押した。なんか硬いニラってから押した。おかしい。そこで痛いって気づくはずってよ。痛くなかった。うん、これ。いただきます。いただきます。うん。さっきと全然違うね。これラスクだから。さっきのよりはミルクチョコレート。うん、美味しいと揺れる人。これも分厚いんじゃない？そういうのもなんか分厚いな。あれは白だった。白いのクリーム、うーん、うーん、プレミアムって、うん、やばくない？うまい。一瞬梅って書いてると思ったら違うかと。横じゃない？横綱の横、うん、渋いね。満ちる、伸びる、とろける。あ、これだった。色もなんかすごいね。なんかモコモコが分厚いミルククリーム、ミルクチョコレート、同社比 1.8 倍とか書いてあったよね。いただきます。匂いでよだれが出るって、うん、匂いした瞬間に入院生活は乗り切れるかもしれない。幸せで。いただきます。うん、めっちゃいい、うんうん、ミルクチョコレート、うん、柔らかいね。優しいクリーム、うん、阪急限定だった。うん、まあ一度でいいからさ、これとシュガーバターツリーの3つとさ、セブンのあの2つとさ、あのお土産のグラノーラのシュガーバターも全部1個ずつ悩んでからさ、味が1個ずつ食べていく。1回で全種類食べる。
うん、どれが美味しいか分からなくなってきたって全部プレミアム。今日は2月21日金曜日です。今日はお仕事中にお昼休憩に行こうとしたら着信がいっぱいあって、お母さんの件もしかして手術できないぐらいかもと思って構えてたけど大丈夫そうです。無事手術は予定通りに、すごいタイミングでちょっと問題が本当によ。これで頑張ってごらん、うん、そして明日は22日、明日22日これをいただいた A さんのお誕生日、お誕生日おめでとうございます。うまいってよ。ありがとうございます。最高に幸せって。ゆっくり1週間かけて食べないと、ね、結構ゆっくり頑張って食べてると思うよ。うん、味わって食べます、うん、大丈夫だから。沖縄からのお土産と比べたらなんか豪華さが違う。なんか地元感が出てるよね。これはなんか全部おしゃれな箱だけど、沖縄の修学旅行で売ってる家じゃなくて金秀とかに売ってるやついちいち言えない、いちはどれって言えないって。言えないね。全部美味しいって。もし一位決めるんだったらよかりに同じ日に全部食べ比べないと決めきれないぐらいうまい。またねー、バイバーイ。